中村流抜刀道。手張りの教えにより研究したこの刀法は、習字の基本である英字八法から考え作成した刀法で、特に注意することは足幅一歩を基準とする。三種の奏法、一つ八方の構え、二つ八方斬り、三つ八種の納刀。この三種の奏法は合理的に組み立て作成したもので、刀法の技術上裏表が自由自在に会得できるのも古流刀法にない独特な刀法である。八方の構え、中段構え、下段構え、左上段構え、右上段構え、左八層構え、右八層構え、左脇構え、右脇構え、八方斬り、もろ手突き、垂直斬り、左袈裟斬り、右斜め上方斬り、右袈裟斬り、左斜め上方斬り、右真横斬り、左真横斬り、八種の納刀、ちぶりから納刀、横一文字から納刀、中段の構えから納刀、左袈裟斬りから納刀、右袈裟斬りから納刀、左逆納刀、右逆納刀、刃を前に納刀、
中村流型分解投法。本命片手眉子切り、大きく振りかぶり、左袈裟切り、チブルイ、ロート。2本目片手右上方切り、大きく振りかぶって右袈裟切り、チブルイ、ロート。3本目右八層の構えとなり、左袈裟切り、右眉子切り、右より大きく回して左袈裟切り、左逆ロート。4本目左八層の構えとなり、右袈裟切り、当線を返し、左眉子切り、左より大きまして右袈裟切り、右逆ロート。5本目右脇構えとなり、左斜め上方切り、右真横切り、左袈裟切り、束を上から握り、逆ロート。6本目左脇構えとなり、右斜め上方切り、左眉根切り、右袈裟切り、逆ロート。7本目左上段の構えとなり、左の敵、右の敵、左の敵と切り込み、集団の構えとなり、ロート。8本目片手右袈裟切り、左袈裟切り、胸部を両手突き、引き抜いて左上段の斬新を示し、集団の構えとなり、チブルイ、ロート。居合剣道型。居合剣道型。組み立ち。形は勝負にあらず、正しい間合いと姿勢が大事。表は気合、裏は手の内。この形は居合剣道と連携した試し切りと、体験上の実践武道から自然投法の左右袈裟切りが主である。したがって歯のヒノギでの受け止めや受け流しは危険であり、体をかわして基本的に左右袈裟切りの形に作成したのがこの形の特色である。気合は内立ちが「えい」であり、
下地はやである。富山流居合道。富山流の特徴は、戦前満州事変から日中戦争の実戦の体験に基づき、古流東方の研究を加え、元陸軍富山学校において作成した新東方であり、旧陸軍の将校並びに下士官の台頭者に指導奨励した実践的立ち技東方である。台頭は富山流独特のものである。前の敵、右の敵、左の敵、後ろの敵、前面の敵、
後ろ前の敵。右、左、前の敵。末物斬り。富山流表裏の刀法。基本八方斬り刀法。
中村流連続試し斬り。連戦突破試し斬り。末物斬り一刀両断。